記憶喪失になって戻ってきたのは新海和彦じゃない、新海ひろみだ。新海ひろみは新海和彦の一羅星ソーセージの弟だ。弟？ひろみはモズだ。和彦がつけてくれた名前。お前たちの家庭は複雑だ。お前のお父さんが男のお前にひろみって名前つけたり、そんな格好させたり。俺たちが帰ってきたらお父さんは死んでいた。いいな。それから和彦は衝動を止められない俺が無差別殺人犯として逮捕されないように、裏組織の連中と手を組み、殺し屋として扱い、コントロールしてくれた。事件当日、君は新海博美を追っていたんだな。はい。博美は家計の後をつけていました。女たちがホームレスに絡まれていた。それを見た筧が突然走り出した。そしてKKの上着から所持品を見つけ、俺はその場を後にした。あの女の子の絵は新海博美だったんだな。俺は爆弾事件で筧が死んだということと、回収したものの隠し場所を報告するためにすぐ和彦に会いに行った。だがアパートに着くと和彦が赤いたちと出てきた。奈落の底に落ちたと思っていた和彦は助かっていた。ひろみ、兄ちゃん、お前に謝らなきゃいけないことがあるんだ。そんなのいいから早く許してくれ。まずい。記憶が戻ったってことか。ブラックアルファ作戦をご存知ですよね。関わった半数の人間が心を病んだ。あなたの力で公安警察の闇を暴きませんか。俺は辞職する代わりに内部告発する。間違いなく侵害なんだな。消えた。モズ、木曜夜9時。はじめまして、侵害ひろみ君。